では第1位はこちらです。マイナス10キロ痩せるランチメニューをお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せる情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましたらとっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速1つ目の項目です。なぜこのランチメニューを食べると痩せることができるんでしょうか、ということで痩せるポイントをお伝えしていきます。はい、ポイントは3つあります。1つ目です。腸内環境を整えてくれる材料がもうたっぷりね入ってるからなんですね。そのことで痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えて元気になってしっかりと働いてくれますから、結果デトックスができてですよ、腸内環境が整って痩せることができるんです。でまた2つ目、栄養価がとっても高いんです。これとっても大事。実はですね、まあ、食べない方も食べ過ぎてらっしゃる方もどちらにしてもね栄養不足になっている可能性があるんですよ。例えば前者の食べてない方ですね、ダイエット中で例えばキャベツばっかりとかこう栄養が偏って取れてない方っていうのはもちろん栄養不足ですよね。でも逆にいっぱい食べてらっしゃる方っていうのもいっぱい食べることでもう消化吸収ができなくなってしまう。なぜかというともう腸が疲弊していやもうちょっとこれ以上働けませんっていう状態になってる方っていうのは食べても食べても栄養がもう取れていないっていう残念な結果になってるんですね。いずれの方にしてもどうなってるか、結局栄養不足なんですよ。そうすると痩せホルモンを作るための材料となる栄養がないイコール太るっていうことなんですよね。どちらも危険です。体調も悪くなるでしょうし、そもそも痩せれないっていうね、そういった状態になるのを避けるためにもしっかりとこの栄養を取るってとっても大事なんですね。3つ目です。脂肪の吸収をね抑えてくれる効果もある。いいですよね。これ以上脂肪を溜め込まないようにしていきたいっていう方はね、ぜひ私が今からおすすめするランチメニュー取り入れてみてくださいね。はい、では2つ目の項目です。何をということで、今回はですね私が一押しするそのランチメニューについてのその食材ねトップ3ということでランキング形式でお伝えしていくんですけども、そもそもいかがですか。お昼のメニューってどんなものを召し上がってますか。でなぜこの動画をねご準備したかと言いますと、私がお世話しているそのクライアントの方々にね、よくよくそのアンケートとかインタビューとかしますと、カウンセリングですね、お昼ってやはり忙しくてパパッとこう済ませちゃうっていう方が多いんですよ。で何を食べてるか聞いてみると、コンビニのおにぎりとか菓子パンとか、とにかく単品でパッパッパッともう何でもいいから入れちゃえっていうね方が非常に多いですし、実は過去私もですねそうでした。すごくその気持ち分かるんですよね。もうなんていうかこう、いちいち準備もできなかったりとか、もうとにかく何でもいいから入れなくっちゃって、その食べなければならないねばならないにこう囚われすぎてしまっていて、本当に非常にですね良くないんですけれども、お昼ご飯にコンビニの手軽に買えるもので食べ続けてた時期があったんですよね。で私がその後どうなったかっていうと、いろいろあるんですけど、マイナスの話が一番やばいと思ったのは、本当こんなお話ね、女性の方でしたら分かると思うんですけども、生理が来ますよね。で生理のその経血のもう香り、匂いがですね薬品の香りがしてきたんですよ。血液がもうね固まりましたね。身の危険を感じた。私このままこんな添加物いっぱいのものを食べ続けてたらもう絶対病気になるって思ったんですよ。もう薬品の匂いがしだしたんですよね、血液から。でこれはまずいと思って、もうそこから私もね改心しまして、もう今ではもう申し訳ないんですけども、コンビニのものはですねもうどうしてもっていう時以外はもう買いませんし、もうそもそも食べないっていうね、食べたくないんですよね。なのでそういった方々のお話を聞くと、とにかくこうパッパッパッとこう食べたいじゃないですか。食べるとねやはり大事、栄養を取るのも大事なので、とにかくそういった添加物たっぷりでその単品でねパッと済ませないためにも、やっぱりお昼ってしっかりね、一番お昼で食べてる時間帯って太りにくい時間帯ですから、やっぱり食べていただきたいんですよね。でも時間がないっていう方にお伝えしたくって今回ご準備しました。ここで3つ目、どのように
住処先生は食べているのかということで、私がですね、まあ、日頃その時間がない時にでもやっぱり腸活メニューで栄養も取れてバランスが取れて取りたいっていう時に何を食べているかっていうねものを今回お伝えしたいと思います。では第3位からお伝えしていきたいと思います。第3位はこちらです。じゃん、見えますでしょうか。先生何その赤いどぎつい色はってね思った方いらっしゃると思うんですけども、見えますか。こちらですね、全て今回私が大好きなカルディさんで購入したんですけども、こちらビートルートを使った要はクリスプブレッドということで、まあ、パン、まあ、簡単に言えばパン、今回全部パンなんですけども、パンといってもですねその違うんですよ、食パンみたいなイメージじゃなくって、要はクラッカータイプのパンといえばいいでしょうかね。こちらですねリトアニアから来たそのパンなんですけども、いろいろ入ってるんですよね。もう原材料もちろん全部無添加ですよ。で主にライ麦とかね、ごまとかビーツとか甘煮とか入ってる、まあ、お体にいいものばっかり、トマトパウダーとかね入ってるんですけども、こちら 100g あたりでエネルギーが 416kcal、まあ、結構高いんですが、その代わりタンパク質もしっかり取れて 13.8g で、食物繊維も 11.6g 取れちゃうっていうね、これすごいいいクラッカーなんですよ。でちょっと開けてみたいと思います。私この皆さんいかがですか。そうそう、お伝えしようと思って資料ご準備してたんですけども、ビーツって聞いたことありますか。ビーツ、私がですね実はオーストラリア南半球のね暮らしていた時があったんですけども、そこで初めてこのビーツ、まあ、要はビートルートっていうんですよね。ビートルートって要は赤カブのことなんですよ。で最初この赤カブをですね挟んだサンドイッチがオーストラリアすごくね人気なんですよね。でも当初私知らなかったので、あまりにも鮮やかな赤色を見た時に、これ着色料が入ってるんじゃないのと思って食べるの嫌だったんですよ。これ絶対なんか赤何号とかよくあるじゃないですか、合成着色料あれじゃないのかなと思ってホストファミリーに聞いたら、いや違うよってスミカ、それはねルートビートって言って株なんだよって言われて、えそうなのって、じゃあ食べるよって言ってそのサンドイッチ挟んだのあるんですけど、まあね美味しいんですよ。なのでもしね海外旅行行かれた方はこのビートルート赤カブ使ったねサンドイッチおすすめです。では開けてみました。じゃーん、これすごい、見えますか、薄い、もうねいかにも健康にいいっていう香りがするんですけども、そんな味はねそこまでその癖になるとかいうのじゃなくって、まあ、プレーンなよくあるクラッカーなんですけども、私は、まあ、今からお伝えする、まあ、クラッカー全部そうなんですけども、後からじゃあどうやってね食べているかっていうのをお伝えしたいと思います。でこちらはですね、まあ、まずはそのビートルートが入ったクラッカーなんですけど、これビートルートすごいんですよ。何がすごいって、痩せ菌のビフィズス菌をね増やす効果があるんですよ。これ絶対ですよね。でまた食べる輸血なんて呼ばれてるぐらい血液の量を増やしてくれるのがビートルートなんですよね。でそのことでまた血行促進になったり代謝効果が上がったり、あとポリフェノールとかカリウムも豊富なので、まあ、どんどん脂肪燃焼効果も高いっていうね野菜になります。はい、では第2位はこちらです。じゃん、こちらでございます。ブラウンライスケークスって書いてあるんですけども、要するに米菓子とはね名称で日本語的にはねこうした訳しかできないんだなと思うんですけども、要するに原材料名を見ますと、もちろんこれも無添加なんですね、玄米なんですよ。でこの玄米をベースに痩せるスーパーフードのチアシード、キヌア、穀米と食塩のみ、だから 1,2,3,4,5 たったの5種類の痩せ効果の高いものがこうギュッとねこういった丸い形でね作ってくれるんですよね。でこれね原産国名がブルガリアから来てます。で 100g あたりがエネルギー395ということで、先ほどのビートルートのクラッカーよりも低いということ、そしてタンパク質がちょっと低く 8.2g、 食物繊維が 6.9g ということで、まあ、これねしっかりと痩せ効果が高い、まあ、ライスクラッカーということになるんですけども、ちょっと開けてみましょうね。でこちら私別動画でも日本のですね痩せるパンということで玄米だけでできたねこういったライスクラッカーですねご紹介してるんですけれども、まあ、それプラスこのブルガリアから来たこのライスパンはですね、
先ほどお伝えしたものがいっぱい入っているということなんですよね。さあどうでしょうか、ね、うわーもうポンポン菓子のあの香ばしい香りがめちゃくちゃしますね。じゃあちょっと開けてみましょうか。取れるかな、なんかすごくびっしり入ってしまってね、取れない。ちょっと待ってくださいね。ちょっと切っちゃいましょうか。ここあの本当にポン菓子が固まったみたいな、雷おこしみたいな、あんな感じなんですけど、おーちょっとお待ちくださいね。じゃあ、こんな感じ見えます。ちょっとすいません割れちゃいましたけど、こんな薄さ。あのこれですね、実はもう一種類あの同じメーカーさんので、もう一つ私見つけたんですけど、こちらの方があのカロリーがね低いっていう点でも、まあ、おすすめだなと思ってこちらをね今回選んだんですけど、もしかしたらねあのお近くのお店カルリーさんでこれじゃなくてもう一種類の方もあるとは思うんですが、そちらでももちろんね OK なんですよね。こんな形で、この玄米はやっぱりね腸内環境を整えてくれますし、低GI食品なので、まあ、要は血糖値の急上昇を抑えてくれるので、もう白米と全然違うですよね。で食物繊維が豊富ですから、まあ、代謝も上がって、しかも栄養価が高い、ビタミンミネラル豊富です。でそして、まあ、食物繊維が多いことでデトックス効果も高いですから、普通の白米のコンビニのね白いおにぎり食べるよりもやっぱりこういったものをお昼しっかり召し上がっていただくといいと思います。はい、では第1位はこちらです。じゃん、見えますでしょうか。これ結構ね見た目もずしっと重たいんですけれども、ドイツから来ましたライ麦パンでございます。ですね、いかにもドイツ語みたいな感じで、シュルンダーパンプニッケルって書いてます。6枚スライスです。でこれほんとね、あの見た目以上にずっしり重たくてびっくりしたんですけれども、こちらももちろん無添加で、同じく 100g あたりのエネルギーが一番低くて 220kcal です。でタンパク質が 6.0 になります。でこちらですね、原材料が全粒のライ麦、麦芽、食塩のたったの3つだけでねできてるんですよね。でライ麦ってあのやはりダイエット効果高いですよね。なぜかというと血糖値の急上昇、脂肪の蓄積を抑えてくれますし、また食物繊維が豊富、結果便秘の改善になって代謝もアップするというね、野生効果が高い、まあ、パンということになってるんですよ。でこちらちょっと開けてみますね。なんかねこうドイツらしいですよね。こうカチッとしててどしっとこう重たくって、私ドイツはですね、2000年にあのハノーバーっていうところでエキスポがあった時にね、そのエキスポをお手伝いで行ったことあるんですけど、なんかねドイツの方ってなんかねすごく静かで礼儀正しかったなっていうね記憶が思い出がねあるんですけど、おっとこれはですね、あこの大きさで、でもドイツのねやっぱり無添加すごくこだわってる国の一つだなって私すごく好きなんですけど思います。うわー酸っぱい香りなんですよ。見えますか。あーなんかねちょっとびっしり入って、あの他の先ほどお伝えした2つのものとは違ってしっとり系なんですよ。あのパキッとか割れるあのイメージじゃなくて、あのですね、まあ、この大きさですいませんもちぎりますね、柔らかいんです。なんか発酵したような味噌みたいな感じで、こちらねやっぱドイツの方日頃から召し上がってるんだなって思うんですけど、これですね以上お伝えしたこのパンですよね、こちらを私はお昼にねよく食べることがあるんですけど、やっぱりね夜向きじゃないです。やっぱり夕食はこういった糖質系の炭水化物系やっぱりお休みした方がいいので、私夜は食べません。朝か昼です。でこれをねもちろんダイエットにいいと言ってこのまま食べてるわけじゃないですよ。このまま食べたところでねその偏ってますから、これだけバクバクとか食べてるんじゃなくって、どうするかというとポイントです。これパンですからね、まあ、サンドイッチ的に食べたらいいんですよ。なので具材が必要ですよね。た時にポイントは食物繊維、要はお野菜系を 50%、 そしてタンパク質を 50% をセットで、まあ、トッピングに乗せたり挟んだりして食べてるわけですよね。で、まあ、お野菜とかは例えばレタスとかキュウリとかトマトとかね、いろいろありますよね。そういったのを使います。
じゃあタンパク質はということで、例えばチーズとか卵とかね、まあ、ハムもちょっと無添加にしてもらいたいんですけども、そういったものを挟んでます。でね、私一押しなのがすごくいいの見つけてきたんですよ今回。じゃん、これご存知の方いらっしゃいますか。こちらね、イオンのトップバリューのブランドで、モッツァレラチーズのスライスチーズバーなんですよね。でよくまあサンドイッチってこういったスライスチーズ挟む方、まあ、いろいろね売ってるのもそうだと思うんですけれども、あの残念ながらですね、このスライスチーズになってる状態だと乳化剤が入ってるんですよ、添加物、まあ、どうしてもね作るときに。でもなかなかそのスライスチーズになった状態で乳化剤ないって、もほとんどスーパーで売ってないんですよね。ところがなんとなんとこのチーズですね、原材料名見たらナチュラルチーズ生乳と食塩のみでできているんですよね。でね、1枚あたり 20g なんですけども、 61kcal です。タンパク質も 5.3g 取れちゃいますから、これ1枚でも本当にね OK で、これに豆乳とかね、無調整豆乳とか飲むだけでかなりのタンパク質を取れます。まあ、きなこ豆乳でもいいですよ。それだけでもう本当に1日のね、その1食あたりのタンパク質もしっかり取れちゃいますし、もう良質な食物繊維も取れますし、まあ、この今お伝えしたクラッカーでも全部ね取れるんですけれども、めちゃくちゃおすすめですよ。で美味しいです。でも簡単、もう挟むだけ、乗せるだけみたいなね、こういったランチメニューだと、日頃もしあなたがですね、もう時間がないっていうことで、あのコンビニでパパッと食べてしまうのことをなさらずに、私とご一緒にですね、無添加、簡単、美味しい、腸活、このメニューで今からランチシフトしてみませんかということで、この動画ご準備しました。さあ、いかがだったでしょうか。今回は手軽に腸活メニュー、しかもおすすめはランチタイムということで、日頃私が気に入っているランチのメニューをお伝えしました。ぜひご一緒に腸活メニューで健康的で綺麗に痩せて、リバウンドなしで続けていきましょうね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。